太らないクリスマスの過ごし方をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、太るストレスから解放されて楽しいクリスマスを過ごすことができるんですよ。3つのポイントでお伝えしていきますね。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ポイント1つ目はこちらです。食べる順番をチェックしていきましょうということなんですね。なぜかと言いますと、もしですね、食べる順番を間違ってしまうとあなたは太ってしまうからなんです。例えば血糖値が急上昇してしまうようなものを最初に召し上がってしまうと太ります。なぜかというとですね、その血糖値が急上昇している間にあなたのお体の中で脂肪がどんどん溜まっていくからなんですね。逆に言えばその血糖値を急上昇させないようなものから一つ一つお口に運ばれると脂肪を結果溜め込みにくくすることができますから、ぜひこの食事の順番を確認してくださいね。ではご一緒にチェックしていきましょう。まずはですね、一つ目、お茶をしっかり飲んでください。何かを食べる前に水分です。で、この水分もお茶か、お水にしてくださいね。ここでしっかりと飲むことで、胃に水分が入るとですね、食欲を抑える効果があるんですよ。そして次に2つ目、汁物です。パーティーメニュー、例えばそうですね、クリスマスですから、いろんなオードブルですとか、パーティー用のメニューかもしれませんし、普通のお食事場所に行ってお祝い的なですね、こうイベント的なことをされる方それぞれだと思うんですけども、その目の前に出ている食事のメニューを見てあなたがチョイスできれば丸ですから、いいですか。なのでとにかく食べる前に飲むです。お茶か水を飲んでください。そして汁物です。お味噌汁であったり、中華スープであったり、要はこう汁物ですよね、スープをここでしっかり飲んだ後に3つ目、野菜です。お野菜を食べてください。でこのお野菜もですね、できればその冷たすぎるものでばっかりではなくって、温野菜とかですね、スチーム野菜とか、そういったのがおすすめです。ここでしっかり野菜を食べておく。で4番目、タンパク質をここでしっかり食べてください。なのでタンパク質はですね、メインですよね、お魚かもしれませんし、チキンかもしれないですよね、クリスマスなので。それでタンパク質をここでしっかり食べておく。そして一番最後は5番目、こちら、ご飯や麺類です。でもしあなたがクリスマスケーキも召し上がるようであれば、クリスマスケーキはこの5番の炭水化物に入りますから、できればご飯や麺類はケーキを食べる代わりにお休みされるとより効果が高まります。なのでこの1番から5番の食べる順番に召し上がると、あなたの血糖値が急上昇することなく、しかもこの辺りでもうほぼほぼお腹いっぱいになっていらっしゃると思うので、一番太る糖質を含む炭水化物系の量を自然と減らすことができるというメリットもあるんですよ。ではどんどん参りましょう。ポイント2つ目です。飲み物に注意です。実はですね、そのダイエット中にお食事を気にする方、頑張ってね調整する方は多くても、案外見落としがちなのが飲み物なんですね。飲み物で太っている可能性が高いんです。例えばクリスマスにこう召し上がるようなこうパーティーメニューの時にですね、結構量も控えたのになんで太ったのかなっていう場合は、もしかしたらあなたが飲んだ飲み物に原因があるかもしれないです。もうそれはズバリソフトドリンクです。ソフトドリンクは太ります。めちゃくちゃ糖分入ってますから、例えば 250ml にです、約スティックシュガーが15から19本も入ってるんですよ。いかがですか。ここでどれだけ食事をセーブしたとしても、ちょっとコップ1杯のソフトドリンクを飲んだだけであなたはものすごい量の糖分を取ってしまってるわけです。でこのスティックシュガーのようなこう砂糖はですね、一気に血糖値がバーンと跳ね上がりますから、ここで太ってしまうということなんですね。なのでこういったソフトドリンクが摂取の多い方っていうのは、血糖値が上がってしまって、その間脂肪も溜め込んでしまいますし、またプラスですね、データがあるんですけれども、ソフトドリンクを常に飲んでらっしゃる方というのは、とにかくお菓子とか油物、
まあ、甘いスイーツとかポテチとかそういったこう脂っこいものがですねどんどん欲しくなってしまうっていうデータがあるんですね。それは砂糖のは中毒性があるんですけれども、その味覚がですね異常になってしまって正しい味覚ではなくなっていくんですね。そうするとあなたがお悪いのではなくてあなたの味覚が悪いのでどん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 甘いものや脂っこいものが欲しくなってしまう、味覚に変わっていくというその怖いですねことが起こってしまうんですね。なので食べ物ももちろん大事なんですけども、実は飲んでいる飲み物がもしかしたら一番太っている原因かもしれませんので、もしあなたがこういったソフトドリンクを毎日毎日必ず飲んでますという場合は、お食事を気をつける前にこのソフトドリンクをお休みするのがおすすめなんですよ。なのでクリスマスのシーズンもソフトドリンクは召し上がらずに、この代わりに痩せるお茶ですよね。私が別動画でお伝えしているようなアイドル水であったり痩せるお茶っていうことでトップ3とかいろいろ挙げてますから、そういったできればノンカフェインの脂肪燃焼効果の高い、まあ、おすすめはそうですね、まあ、ルイボスティーであったりウーロン茶とかですね、まあ、ウーロン茶はちょっとカフェインですけれども、そういったこう脂肪燃焼効果の高い飲み物をパーティーメニューとセットで召し上がってくださると、あなたはどんどん脂肪を燃やして痩せることができるんですよ。ではここからいよいよ最後ポイント3つ目なんですけれども、それはプチ断食をしましょうなんですね。もう特別じゃないですか、クリスマスってもう年にたったの1回です。しかも大切な方と過ごすもう大事な大事な楽しい時間なんですね。なのでこの時にあこれ食べたら太るとかこう思いながら食べる方が太ります。これやっぱり脳の仕組みで、これ食べたら太ると思って食べたら余計太るんですね。なのでもうこんな時はいいんです、おいしいおいしいって食べてください。プラスよく噛んでくださいね、よく噛むといいです、噛むと痩せます。なのでああやっぱり気をつけてたけど食べたなって普段よりやっぱり食べると思うんですよ。当然です、食べていいんです。ただしその後放っておくのが良くない。なぜかというと食べたものっていうのはだいたい48時間ぐらい経った後に脂肪に変わっていくわけですから、その48時間経つ前にこうスパッとですね食べ過ぎてしまったことをなかったことにする方法がこのプチ断食なんですね。ちょっと詳しい方法をお伝えします。とにかくですね空腹時間を16時間以上作ることがポイントで、これも日中は難しいですね、食べますから。なのであなたの睡眠時間プラスその前後で数時間取ることで16時間確保してください。そうすると12時間経ったあたりからあなたの脂肪がですねどんどん燃え出すんですね。そしてこのプチ断食明けに一番にお口に運ぶのはやっぱり消化の良いものです。いきなりですねこう甘いこうスイーツとか脂っこいものとかじゃなくてですね蓋をかけてしまいますから、16時間以上もお腹を空っぽにしたわけですから、しっかりとそこで内臓が休まってるわけです。でせっかく綺麗になった内臓にやっぱり悪いものを入れてしまうと太ってしまうので、まあ、おかゆとか、まあ、ご飯と味噌汁とかこうだんだんですね消化の良いものを最初に食べて、まあ、だんだんその普通食に戻していただくといいんですけれども、最初はやっぱりおかゆとか味噌汁とかそういった和食からスタートされてみてくださいね。そうすることであなたはクリスマスシーズンに溜め込んでしまったその脂肪をこのプチ断食をサッとしてあげることで食べて過ぎたことをなかったことにすることができます。もうすぐリセットということですね。これが大事、いかに早く取り組んであげれるかというのが痩せるポイントですから、ぜひプチ断食してくださいね。私もですねこういったそのイベントごとがあったりお呼ばれしたり外食したりするんですよ。よくね先生外食するんですかって驚かれるんですけど、私だってしますっていうことですね。私だってしますよ。ただした後の翌日の晩ご飯はプチ断食です。晩ご飯はお休みしてすぐリセットするので、もうとにかくもういつも健康でこの体型を維持することができております。あなたもできますよ、大丈夫です。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたがですね継続的に健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。でまたこういった、まあ、プチ断食のやり方とかですね、こういろんな方法、こういう時は何を食べたらいいですかとかご質問ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、
皆様そちらをご登録後私にお話ししてくださっておりますので、あなたもご必要でしたら遠慮なくおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。